はい、こんにちは。札幌占い病院早川市の本です。今回も、営業終了後で、始めていきたいと思います。はい、チューブTV。前髪が結構ブリーチをされて、前髪とあとこのサイドをブリーチして、こっちは黒染めをしている状態で、結構色がまだらになっている状態です。で、毛先に、黒染めの、染料が残って、中間がちょっとリフトされているような状態なので、毛先 の、その染料を取るのにちょっと脱線っていう工程が必要になります。で、脱線っていうのが普通のカラーと違って、染料を1回落としてですね、そこからベースを一回作って、どういう状態かっていうのを見て、そこから染めていくんですけど、モデルさんの希望が、普通の、茶色にしたいということなので、直していきたいと思います。で、あとバックの方が、ちょっと、結構ね、ここら辺が、癖が、ちょっと癖あるんですよね。はい。で、癖があって、そこはなんとなく動き的につるっとさせたいんで、うちのフラットリートメントっていうので、毛髪の、配列をきれいにするようなトリートメントなんで、そのトリートメントでまっすぐしたいと。で、毛先の脱線に関してはダメージがちょっと怖いんで、もうこれ以上進行させたくないなっていう部分もあるんで、なるべくダメージさせないように脱線をしていきたいと思います。なんでブリーチ剤は一切使わないで脱線をしていこうかなと思っています。はい、ここからまずスタートしていくんですけれども、いろいろ考えて、まず脱線して、それから、カラートリートメントしてカラーしようかなとかいろいろ考えたんですけど、よく考えると脱線やっぱアルカリ剤を使うんで、トリートメントを後にしてしまうと、毛髪の内部にアルカリ剤が残留してしまう可能性が非常に高いというのと、ちょっとアイロンをプレスして使うトリートメントなので、アルカリが残留している状態でアイロンを入れるのはちょっと危険かなというふうな判断をしました。ちょっとやり方を変えて、最初にトリートメントをしてペハを上げていくような感じですね。残留しないように、まず最初にトリートメントでして、表面の、うねりっていうのを全部取っていきます。ここからで、それ終わったら、脱線をして、していこうかなと思います。で、その後にカラーをしてっていう流れ でカットはどっかで入れようかなと。トリートメントの後にカットをちょっとして、また最後に調節するような感じにしたいと思います。で、このままシャンプー台でとりあえず、うちのフラットリートメントという毛髪改善トリートメントの薬剤をシャンプー台で全部つけていくので、よし、中間処理にはこの、ヘナジェルをちょっと使ってですね、ヘナジェルとヘナウォーターを使って、今処理をしました。で、その状態にここから、トリートメント台ついてるんですが、それでヘナジェルヘナウォーターでつけた状態に、アイロンを入れていきます。もちろんこのマイクブリーチしてるところが非常に危険なので、ちょっともうすでに15分経ったので、止めます。で、毛先結構危険そうだったんで、毛先だけちょっとね、オイル系ちょっとつけてます。はい、BBQ っていうオイルをちょっとつけてみます。アイロン自体はだいたい20分ぐらいで終わらせます。このね、赤アイロン、僕的には使いやすいんですけど、これ使ってる美容師さんとかね、根元だけちょっとやけどしやすいんで、これ水抜きがちょっとね、溝がない分ですね、どこから逃げていいのかって迷ってしまうんで、ちょっとそこは気をつけた方がいいですね。根元からバツってやると結構大変なことになるというか、
根元はちょっとね、ふかした方がいいですね。ふかさないと、熱い。はい、であとはエアコンちょっと強めにして、いつもの僕の空冷ですね。でこれエアコンかなり今入れてるんで白い煙が出るんですけど、これで空気でちょっと冷ましてます。やはり研ぎが入ってる分結構毛がなじまないというかね。はい、で結構このもみあげのあたりも、グローブでちょっと引っ張りながらですね、グローブもテンションがかかるグローブを買っていただいた方がいいですね。はい、グローブでテンションをかけて、グローブの指、ここがツインブラシの代わりですね。これが、これ自体がツインブラシの代わりになります。で根元をふかしていきます。はい、でサイドツインですね。サイドツインに入ります。顔前サイドツインですね。顔前はね、若干ダメージが受けやすいので、ちょっとスピードを速く、アイロンを動かさないとちょっと熱が入りすぎてビビリ毛になってしまうとちょっと危険なの でこの辺の毛量がね、ちょっと今回のパターンはカットラインに合わせて時間を変えてるんですけど、結構中間までの重さがドンと出ながら毛先の中間から毛先の毛量がもう全くそぎれなくなっちゃってるんで、これ同じ速度でアイロンを動かしてしまうと途中から傷んでしまうんですよね。なのでこの辺はちょっとここら辺をしっかりねしながら、毛先をもうふわっと動かす、スルーするぐらいにしておかないとちょっと良くないかなと思います。結構短い毛があったりとかしてやりづらい場所は、先に行ってるアイロンで留めときながらセカンドアイロンで、かなり上下にシェイクします。そうすると綺麗に水抜きができ、面が治ります。で前髪をちょっとやりますね。前髪もそこは完全にブリーチされてるんで、これはもうかなり危ないですね。なので、ゆっくりするって言ってください。根元の癖を取るぐらいの、感じではないかなと。それがうちのオリジナルのやり方なので、講習とかだと特にもうちょっと細かく教えれるので、動画だと一部の部分しかちょっと正直お伝えしてないんですね。なので、簡単な感じで申し訳ないんですけど、こんな感じです。今5人から10人ぐらい集まれば講習会に向かってますので、場所はそんなに限らずやってるんですけど、はい、このような感じで、今10分ちょっとぐらいか、はい、ちょっと時間かかりましたが、逆サイドもうちょっと早くできるんで、約25分かそれぐらいかな。アイロンはちょっと顔周りのラインとかが、ちょっと中途半端に切れてるところがあるので、もうちょっとゾーン、モード感を出して、つなぎはきれいに切ったりとか、収まりをきれいに切るようにしていきます。それでもうちょっと、きれいなモード感を出していきたいと思います。サイドの奥行きは結構入れちゃっていいかなって感じます。はい、今日の撮影が終わりました。ちょっと、これなんとか大丈夫そうですね。フラットリートメントした後に、脱線すると、癖が戻ってしまう、癖というかね、ねじれが戻ってしまうというのは、お伝えしてたんですが、やはり多少ちょっとの戻ってしまったんですよね。やる前よりは良かったんですけど、やっぱちょっと同時に同じ日でやるっていうのはちょっと難しかったのかなっていう感じはします。ちょっとだけ癖が収まってはいるんですけど、ちょっと戻ったかなと。やっぱり酸性とアルカリにこう振っていく中で、ちょっと極端にね、それがこう
しっかり酸化する前にアルカリに振ったりとかしてしまうと、やはりその定着が悪かったりとか、まあ予測はしていたんですが、ただ逆にやって、最後の方に、ねじれを取りたいということで、逆にやって、最後にアルカリが非常に毛髪残ってる状態でアイロンを入れてやるよりは、あの髪のダメージ、余力としてはこっちのやり方が僕は正しかったんではないかなと思うんで、こっちの方で良かったかなと思います。で、まあ、また、髪が落ち着いたらまたそのトリートメントもできますし、まあ、今日の段階でもいいかなと思います。あと色抜けながら、まあ、明日明後日ぐらいにはかなり色が落ち着いてくると思うので、そんな感じでした。じゃあ皆さんまた見てくださいね。じゃあバイバーイ。